何言ってるの？私が橋大太郎に恋してる？そんなバカな。わかります。ああ、恋するお気持ち痛いほどよくわかります。実は僕も恋してるんです。おか、いえ、京馬さんに。あ、じゃ、君は誰？一体何言ってるの？なんでもないです。僕はただの通りすがりの神社の娘です。わけがわからないよ。あ、メール？何？こんにちは、私桐生萌子。やっほー、恋でお悩みね。私経験ないんだけど、かっこばく適齢期なのに若いって羨ましいわ。でも応援しちゃうの。恋するあなたにおすすめのお悩み相談サイト教えてあげるぞ。もちろん無料なの。今すぐ下のリンクをクリック。私恋の悩みなんかないって。我慢は良くない、健康に。もう勘弁してよ。噂のジャージ娘ちゃんこと鈴蘭のりゅん、頑張るにゃん。ね、違う。あ、バイト、おめえ恋バナを俺に黙ってるなんて水くせえじゃねえか。お姉ちゃん負けるな、応援してるね。違うったら。違う。すみません、さっき嘘ついてました。本当は僕娘じゃなく息子なんです。そんなことは。